Fighter 6. Fighting ground.さあステージはどれにするか。さあキャラクターセレクト、使用するキャラを選んでいくが、よし行こう、いつでも行けるぜ。シャッターが開き、戦場へと両者が旅立つ。両者この一戦に何をかけるか、始めよう。行ってみましょう。楽しませてくれよ。さあ開幕、両者はどう動くか。そう、これだ。投げの選択肢を見せていく。投げを迫る間合いにうまく入れている。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。今のはかなり良かった。弾で状況に変化をつけるか。飛び道具はリスクは高いが、飛ばれなければ最強の地上技となる。スペースは十分、ラインを下げずどう上げていくか。いい形、投げは届いた。攻めは通用している、自信を持っていこう。ラウンド2ファイト。中段を読んでいたか。スーパーアーツを使っていくが、これは気にしなくていいよ。ここからどう展開する。狙いは良かった、まだ一進一退。ゲージに差がある状況を生かせるか。焦りは禁物、ゲージの使いどころはしっかり考えたいところ。この端を生かしたい。中足が刺さる。さあ前に出て、プレップ悪くない、上は見えている。逆転を見ているか。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。ここは空対空を使う、素晴らしい反応。一息つけるか。追い詰めたこの状況、このジャストパリーで流れは変わるか。インパクトでフィニッシュ、当たれば OK の状況。ああこれはもう勝ったわ、無理しなくていいよ。サンドブラスト、ここから何が起きる。次のラウンドが始まる。そうそう、できてる。うわあ、ここでライジングアッパー、この SA は通らず。ここでバーンアウト、プレイヤー1、このバーンアウトはかなりきついか。ドライブゲージがないこの時間帯が勝負。プレイヤー1、体力は勝っている、無理はせずに落ち着いていきたい。どうにでもなる状況、お互いどう展開を作るか。ジージーとした間合い戦、先に仕掛けるのはどちらか。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。飛び道具をアクセントにきっかけを使う、ライジングアッパー。そうそれ、その強気、最後は極めつけ、レベル3 SA か。マジかよ。プレイヤー1、この一勝は自信になる。ここは再戦になった。両者まだまだやる気は十分の様子。ナイス、カウンターが入る。さあ飛びはきっちりガードで対応、焦らずどっしり構えている。この端を生かしたい。壁に追い詰める時間を稼いで大ダメージにつなげるチャンスを増やし、体力もゲージも見えていた、素晴らしい状況判断。攻めは通用している、自信を持っていこう。開幕は両者何を狙っている。今のは良い形、ナイスな選択だ。掴んできた、
目まぐるしく。おっとここで S 勝負をかけに来た。いい形、画面端に追い詰めた。 KO まで。さあ次も今の調子でいこうか。開幕ジャンプ攻撃を仕掛けていく。投げ、さあここから上から来た。さあ近距離の、うわー、ここでライジングアッパー。飛び道具で牽制する。うまく投げていった。確実にダメージを与えていく。抜けている。そういうこと。両者画面端から中央での戦い。ゲージ差はあるがお構いなし、関係ない。ここで押し込みに行く。さっきの流れを持ち出して、これはドライブ。位置を入れ替えて、ここからはチャンスになる。うなれ、ラインアッパー、中足。地上の間合い線は技の距離とジャンプをどう意識させるか。両者温めてきたドライブゲージを吐き出す時が来た。前に出て倒しき、見えている。プレイヤーは喜びをかみしめているか。このままでは終われない。再戦を選択。次はどんな展開となるか。よく見てた。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。ラインを押し戻して画面中央へ。なるべく壁際からは逃げたいところ。掴んできた。さあダウンから、ここはガードでしのぐ。このスーパーアーツはどうだ。ここは SA を使って大ダメージを狙っていく。手を出し合った両者、ここからどう動く。さあお互いもう行くしかないといった状況になったが、ここはバックステ選択で濁す。 KO。 気にしなくていい。まだ挨拶が終わったようなものだ。ファイト。引っ掛ける。ナイス。ここで一気に壁のスーパーアーツを使っていくが、 SA ゲージがあるときはこのように積極的に SA を使用していきたい。プレイヤー1バーンアウトをしのげるか。なんとかして、うわー、ここでライジングアッパー。このまま一気に倒しきることが。倒しきる。いいぞ、そのままの勢いで倒しきる。開幕ジャンプ攻撃を仕掛けていく。開幕は両者何を狙っている。この端を生かしたい。お互い引く気はないか。この近距離戦仕切り直す。よく見てた。上は見えている。ジャンプからの攻めを迎撃することはダメージ以上に重要。まずはしっかり落とせる技を選びたい。このまま一気に倒しきることができるか。真空波動拳倒しきる。練習したことをちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。このラウンドが勝負となるか。飛んでいる。飛びは通さない。さっきの流れを持ち越してそのままいけ。来るか。 SA 発動。そしてプレイヤー1、状況は悪くない。どう生かすか。ゲージの運用をどうするか。プレイヤーの腕の見せ所。位置を入れ替えて、ここからはチャンスになる。ゲージ差あるが受け止めながら、ここで SA 試合を動かしに行く。これはわずかに残るかどうか。倒しきりには至らず。素晴らしい嗅覚だった。この勝利は正式。さあステージはどれにするか。さあキャラクターセレクト、使用するキャラを選んでいくが、いつでもいけるぜ。さあシャッターが開いて戦いの場へ。
浅からぬ両者がついに相まみえる。始めようか。楽しませてくれよ。ラウンド1ファイト。さあ開幕、両者はどう動くか。きっちり抜けている。バッチリ。この距離は飛び道具を使う。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。この端を生かしたい。この倒し切りは見事。体力ゲージがよく見えていた。いいよいいよ、動けてるよ。当たってる技を使っていこう。このラウンドはどう出るか。下は止めらないか。まだまだ序盤、どこから試合は動き出すのか。相手の動きを見極めて、どこから崩してみせる。うまく位置を入れ替えた。さあ飛びはきっちりガードで対応。焦らずどっしり構えている。いい形。ここは投げを見せてガードを崩す。ドライブラッシュで前に出る。上から来た。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。ここは SA を選択。この判断がどういう結末を生むか。この端を生かしたい。危険な距離での SA 発動。そしてどう崩していくか。プレイヤーは足が届いた。練習したことちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。いきなり仕掛けた。飛び道具をナイス。そう、それその強気。飛んでいる。サンドブラスト。そういうこと。さあここから KO。 プレイヤー1、日頃の練習の成果が見えた。次はどんな試合展開になるのか、どんなドラマが生まれるのか。グラップしっかり。今のは良い形。ナイスな選択だ。うまく壁を使って形勢逆転できるか。そう、これだ。ダウンを取ってうまくラインを押し返した。なるべく壁際からは逃げたいところ。地上技で差し合う距離、リーチの差を生かすか、それを手玉に取るか。届いた。いいよいいよ、動けてるよ。当たってる技を使っていこう。開幕ジャンプ攻撃を仕掛けていく。この投げは見えている。バッチリ。さあ試合は序盤、どう崩していくか。プレイヤー1、ドライブゲージがなくなりそうだ。これは苦しいぞ。打撃はさばいて、ここから相手の攻撃をファニーで取ってドライブゲージを稼ぐ手堅い戦略。いいよいいよ。飛びは通さない。この端を生かしたい。しっかりと距離を取って、さっきの流れを持ち越してそのまま行け。体力差はある。ここでバーン KO。 さあ次も今の調子で行こうか。開幕から襲いかかった。手の内はこのスーパーアースはどうだ。ナイス。さあコンボはきっちり。大石からのナイス。バーンアウトしている。プレイヤー1、このバーンはここで SA 発動しているが、 SA レベル2レイザー。拳の嵐が襲いかかる。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。さあここからインパクトはさせない。そういうこと。何を狙っている。ここからの逆転はまだあるぞ。いえ、この飛びはがここで投げに行く。さあそして一旦はここでゲージを使う。これが最適解。これが最善手。プレイヤー1、これは嬉しい勝利。まだまだやる気満々。連戦がお互いを高めていく。うまく投げていった。そうそう、できてる。両者攻めっ気たっぷりの姿勢。さあ投げが入って、ここからうまく踏み込んでいく。この端を生かしたい。投げは抜けられず。ここから試合は終盤戦。緊張感が増していく。よく見てた。中押し。
さあワンチャンス圏内、ドライブゲージの差をどう判断する。ここで壁やられ、相手の守りをこじ開けていく。ケネリー、ここからどう動く。 KO。 さあ次も今の調子でいこうか。ファイト。おっと、まさかの開幕衛星、何が見えていた。ここから流れをものにできるか。狙いは良かった、まだ一進一退。さあ壁を背負わせて、もう逃げられないぞといったところ。プレイヤー1、画面端を維持することでダメージは蓄積していく。お互い引く気はないか。この近距離戦、飛びは通さない。上から来た。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。そう、それその強気 KO。 練習したことちゃんとできてるよ。ミスを恐れず技を出していこう。いきなり、そういうこと。ラウンドとともに思考は積み重なる。次はどうする。ナイス、ここで SA 発動しているが、そのまま勢いに乗るか。さっきの流れを持ち越してそのまま行け。そう、それ、その強気。何を狙っている。インプ浴びせに行く。この飛びは見えている。ない、上は見えている。ここで投げに行く。壁際も相まってだが、クリティカルアーツを選択。しっかり KO。 各種ゲージは見えていた。フィニッシュ。プレイヤー1、これは嬉しい勝利。